どうも、カズドリのおかずです。今回から新しい企画にチャレンジしていきたいと思います。題してドリブル武者修行というわけで、つい先日達也チューブさんと新岡隆人さんの西日本最強コサルに2回目の参加をしてきたわけなんですけども、正直そのレベルになると自分が活躍できないっていうのを非常に感じました。ということで、もっともっと自分のフットサルの技術を上げるために、大阪にあるいろいろなチームに単身で乗り込んでいきたいと思います。実はすでにいろんなチームに参加させていただいております。大阪にあるグラティスさん、そしてフラットさん、さらにテラパスさん、そしてウノフットボールファーム、その他フットメッセで開催されているコサルに参加しております。ということで、ぜひ大阪のチームで参加してもいいよ、動画撮ってもいいよっていうチームがあれば、ぜひ僕のインスタグラムのアカウントを概要欄に貼っていますので、そこからダイレクトメッセージいただければと思います。それでは今週参加してきたフットサルの一部始終です。どうぞ。はい、というわけで、もっともっとフットサル上手くなれるように頑張っていきたいと思います。繰り返しになりますが、大阪にあるフットサルチームで参加してもいいよ、動画撮ってもいいよっていうチームがございましたら、ぜひインスタの DM 送っていただけるようよろしくお願いします。できる限り参加していきたいと思います。そして最終目標は、西日本最強コサルでも活躍できるような選手になっていきたいと思うので、そういう成長過程もお楽しみいただければなと思います。絶対上手くなるので、チャンネル登録だけお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。